これはアイリス、交際という女の子の話です。彼女は感受性が高く、常に涙を流しています。悲しくても、嬉しくても、困ったことが起きても涙が出てきます。彼女は新たな涙を作る特別な涙腺と、涙点という古い涙を流し出す特別なチューブを持っています。彼女はあまりに泣くので、その涙の量は1日に 300ml、1年に120リットルになるのです。実際よく見ると、彼女が常に少し泣いているのがわかります。アイリスが常に作り出す基礎分泌の涙は、3層の薄い膜を作り、ホコリやゴミから守っています。虹彩に接する無賃層が、3層を密着させ、その上には水槽があり、虹彩を常に潤わせ、侵襲性細菌を寄せ付けないように、その表面と角膜を守っています。最後に油層があります。その油脂の外膜は、アイリスがよく見れるように、表面を滑らかに保ち、他の層が乾くのを防ぎます。通常アイリスは、基礎代謝の涙の役割に気づかず、毎日過ごしています。ある日、アイリスは、オニオンという女の子に会います。すぐに夢中になりました。紫色のジャケットを着たオニオンはゴージャスでいい香りがします。アイリスはオニオンを食事に招きました。ところが彼女が家に入り、ジャケットを脱いだ時、ひどいことが起きたのです。オニオンがジャケットを脱ぐと、ある化学反応が起きるでしょう。彼女のいい匂いのスルホキシドがスルフェン酸という厄介な化学物質になるのです。名前は新プロパンチアール S オキシド。そのガスはアイリスを刺激し、どうしようもなく涙が止まらなくなるのです。反射性分泌の涙は、基礎分泌の涙とは違い、有害なものや異物を取り除くようにできているので、放出量はずっと多く、水槽により多く含まれる抗体は、侵入前に微生物を食い止めたりもします。アイリスとオニオンはすっかり落ち込みました。お互い交友は続けられないと分かっています。オニオンがジャケットを脱ぐたび、アイリスを傷つけ泣かせるのですから、それで交友を断念しました。オニオンが家から出るとアイリスの涙は止まったのに、また彼女は泣き始めるのです。でも今度は反射性分泌の涙でなく、情動の涙です。人があまりの悲しさや嬉しさに制御できなくなるのは危険でもあります。それで情動の涙を出し、早く気分を落ち着かせ、生理的反応、増加した心拍数や低下した呼吸数を正常化させます。でも科学者には涙の有用性がはっきりとは分かっていないのです。同情を得たり、服従を示したりと社会的な働きをするかもしれませんが、ある研究によると、情動の涙にはストレスホルモンがかなり含まれていて、副腎皮質刺激ホルモンやエンケファリン、エンドルフィンなどの自然の鎮痛剤です。アイリスの情動の涙は直接彼女の感情を鎮め、また感情の表現でもあるのです。オニオンとのことは残念だったけど、心配しないで。3種類の涙が君をバランスよく健康にしてくれるから。いいことがあるよ。見ててごらん。学習を続ける準備はできていますか？このビデオを見て、あなたが知っていると思うことにチャレンジするのもよし、知らないことについてもっと学習するのもよし、定期購読して好奇心を持ちましょう。